さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日ですね、こねない紅茶食パン、こちらご紹介したいと思います。最後まで作れるになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、パウンド型ですね。これを準備してください。で、内側はオリーブオイル塗っておきます。サラダ油とかでもいいんですけど、あとバターとかでも全然大丈夫です。今日バター使わないって言ってるので、オリーブオイルで塗っていきます。これで準備しといてください。はい、これ材料のお水と、あと茶葉と生クリームですね。これ全部一気に入れちゃって、普通だったら水を沸かして茶葉を入れたりするんですけど、これ入れちゃいます。で、これラップしてもらって600ワットのレンジで温めていきます。はい、これ蒸らしといたお茶を裏ごしてください。で、茶葉はぎゅうぎゅう押すとちょっと苦くなっちゃうんで、このまま自然と垂れるぐらいがちょうどいいと思います。これ使うまでこのまま置いておいてください。はい、これ材料の粉に、まずお塩ですね。お塩端っこに入れます。で、今日は振るわないで手抜きでどんどん作っていくやり方でやっていきたいと思います。お塩入れて、で、イーストのところにお砂糖を全部入れてください。で、軽く混ぜて、イーストと塩が混ざっちゃうと発酵しちゃうんで、これも端っこに入れます。これを軽くゴムベラで混ぜといて準備してください。はい、こっちの液体入れます。で、これ粉に水分を吸わせるようにゆっくりゆっくり混ぜてってください。はい、これ完全に水分吸ってこのぐらい一塊になったら、ここにホワイトチョコを入れていきたいと思います。これホワイトチョコなんですけど、完全に溶けてないように見えて、これ溶けてるんで、あまり完全にトロトロになるまで温めちゃうと焦げちゃうんで気をつけてください。こうやって混ぜるといい感じです。で、これをこのパンの真ん中ら辺にちょっと穴開けて入れちゃいます。はい、これ今入った状態ですね。こんな感じです。で、これをこうやって折りたたむように、これね、チョコがどっか逃げてっちゃうんで、こうやって折り込んでいくと綺麗に混ざっていきます。まあ、バターの場合も一緒ですね。ホワイトチョコレートは油分と、あと粉乳とかが入ってるので、バターよりもなんか全然こうリッチな、美味しくなるような原材料なんで、ぜひおすすめなんで使ってください。はい、これ今チョコが見えなくなった感じですね。チョコが見えなくなったら、周りについてるやつとかもちゃんと綺麗に取って、真ん中にひとまとまりにしたら、これを発酵させていきたいと思います。はい、これ今発酵させたパンなんですけど、これを今から成形していきたいと思います。これちょっと粉振って、ちょっと多めに振ってます。はい、これ今生地開けたんですけど、上にもちょっとだけ粉振って、で、こうやって、なんだろう、こうガーって膨らんでるガスが溜まってるやつを一回潰してもらって、で、もしね、これ綿棒100円ショップなんですけど、こうあればこうやって潰しても全然大丈夫です。で、下に粉打ってるのは生地がくっつかないようにしてるだけですね。で、これ横幅の広げる目安は、これ型なんですけど、この型ぐらいの幅で、これは後でこうくる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 って丸めてっちゃうので、これぐらいまで広がってれば大丈夫です。だから綿棒いらないですね。で、今日はここにジャムを塗っていきたいと思います。はい、これ今日内側に塗るジャムは、これ市販のラズベリージャムなんですけど、キイチゴですね。紅茶とキイチゴってめちゃくちゃ相性いいので、これを今日は塗っていきたいと思います。オレンジとか、なんだろう、ナッツとかでも全然いいんですよ。チョコでももちろんいいですし、何かを塗れるっていう今日はレシピです。これシナモンバターとか塗って、シナモンロールっぽくしてもいいかもしれないです。こうやっていろいろなんか中に挟んでナッツ入れたりして、で、これを巻いていきます。手前軽く折って、ちょっと生地持ち上げるようにして巻いていってください。で、最後この閉じ目の部分はこうやって、見えます、こうやって指でつまんでくっつくようにしてください。はい、巻くのはこんな感じです。はい、これをさらに膨らむまで二次発酵させたいと思います。
さあ、これぐらいですね。これぐらいまで膨らんだら OK です。で、これ表面にちょっと生クリームを塗って焼いた時にちょっとこうツヤっとするので塗っていきたいと思います。さあ、これで焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。めちゃくちゃいい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。見てください、もうめちゃくちゃ美味しそうですよ。うん、うまいね。こねる必要ないね。なんでこねなきゃいけないのか分かんなくなっちゃう。うん、美味しい。さあ、これポイントのおさらいですね。ポイントはもう全然こねなくていいので、レシピ通りにしっかり動画見てやってほしいんですね。で、1個注意点があるとすれば、あの茶葉とこう水とか入れてこうお茶を作ったじゃないですか、ミルクティーみたいなやつを。でそれをちゃんと蒸らしてほしいんですね。蒸らさないと味が出ないので。で、あれ蒸らしてるだけじゃなくて、蒸らすことによって温度が下がっていくっていうのは実はポイントで、熱々のまんま液体を加えちゃうとこんな風にね、綺麗なパンにならないで、なんかネチネチなものになっちゃうので、必ず蒸らすイコール冷ますっていうのを守ってやってみてください。もうね、今回のポイントはそれだけです。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。